さあ、シュンズ TV 第17回目でございます。今実はこうご覧の通りラプンツェルの部屋、ラプンツェルルームなんですね。部屋全体がラプンツェルルームなんですよ。で、このラプンツェルルームにする前はホーンテッドマンションホリデーナイトメアルームというのをちょっとやってました。はい、その時の写真がちょっと何枚か残ってますので、今日は、ホーンテッドマンションホリデーナイトメアルームを紹介させていただきたいと思います。ではご覧ください。どうぞ。クリスマスの前の晩、家は悪夢に包まれて熱にさえも震え出す。なぜなら今宵はお待ちかね、サンディクローズがやってくる。暖炉の前の靴下には不気味なプレゼントが詰め込まれ、すやすやいる子供たちがやがて悪夢になされ はい、いかがだったでしょうか。あのホリデーナイトメアのあの世界観が大好きで、自分の部屋をもう全部ホリデーナイトメアにしちゃいました。バレルね、悪ガキさんトリオの中の一人なんですけど、僕は本当にこの子が大好きで、もうかれこれ10年ぐらい前に購入したんですけど、はい、そこそこいい買い物だったんですよ。このバレルちゃんは常に僕は一緒です。ちょっと次はラプンツェルルームを紹介できればしたいと思いますので、ぜひご覧になってください。では良いクリスマスを。